プロボクシングの WBC 世界スーパーバンタム級39位の那須川天心、25イコール定権イコールが4日、東京・新宿区の定権ジムで今年最初のスパーリングを行った。WBA ・ WBO 世界バンタム級14位のルイス・ロブレス、25、メキシコイコールと121ポンド、約548キロ、契約8回戦、23日。 エディオンアリーナ大阪でボクシング3戦目を戦う。ナスカワは共に3日にメキシコから来日した元 WBC ユースバンタム級王者のカルロス・ノルベルト・ロペス25と WBC シルバー・フェザー級王座挑戦経験があるヘス・スラミレス・ルビオ28と計4ラウンドのスパーリングを実施。定件ジムを通じて 新年一発目で良い年明けが迎えられたかなと思います。試合まで約3週間、コンディションはいつも以上に良いというか、やっぱ1戦、2戦とやってきて3戦目。自分の足りない場所だったり、必要なところを伸ばしてきたりとか、やってきたんでそこに関してすごく自信があります。自分自身に期待して、楽しんでやっています、とコメントした。内容については、 スパーリングパートナーは、両方、体は大きめですけど、しっかりと対応できたと思います。今回、練習の中でパワーをしっかりと上げてきた自信があるので、それを試したんですけど、体でぶつかり合っても負けないというか、押し負けない体勢も作れたし、すごく成長を感じられた内容だったと思います、と報告した。 キックボクシング42戦全勝のナスカワは昨年4月にプロボクシングデビュー戦で日本バンタム級2位だったヨナハ・ユウキ、新生、に6回判定勝ち。9月の2戦目ではメキシコバンタム級王者のルイス・グスマン、メキシコに8回判定勝ちした。3位くさめで初めて世界ランカーに挑む、グスマン戦で骨折した左手はすでに完治しており、問題はないという。 昨年の12月13日にスパーリングを再開し、これまでは同門の福井勝也、島田純也らとグローブを合わせてきた。今後はメキシコ選手2人とスパーリングを行い、8ラウンドスパーリングも予定している。興行は動画配信サービスの Amazon プライムビデオで午後5時から独占制配信される。プロ戦績は WBO アジアパシフィックスーパーバンタム級5位。 東洋太平洋同級6位、日本同級7位のナスカワが2002勝、ロブレスが18戦15勝、5KO、2敗1分け、ロペスが22戦19勝、7KO、3分け、ラミレスが26戦21勝、15KO、2敗3分け。